はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、外に出て、はい、宝塚にあるアイアイパークという、はい、僕らのですね、働いてる場所からすごい近いところなんですけれども、はい、そこで、今回は4分間トレーニングをやっていきたいと思います。結構外なんで、しかも今日めっちゃ暑いです。暑いですね、これ30度超えてるでしょうね。でもなんかコメントでね、はい、部活動でね、僕らのトレーニングやってくれてるっていうコメントがあったんですけど、はい、多分条件こんな感じですから。そうでしょうね、部活でやってる人たちはこの暑い中やってるってすごいなと思います。ですんで僕らもちょっと外でやってみようということで、一回外でやってみたいと思います。はい、頑張りましょう。はい、で早速今日のトレーニング紹介していくんですけれども、はい、まず1種目目はこちら、スクワットですね。はい、いつものスクワットなんですけれども、半回転、後ろにね回転しながら、ちょっとこれきつそうですね、回転すると、はい、はい、体のバランスをね崩しやすくなるので、はい、半回転しながらのスクワットを行っていきます。はい、2種目目今回外ということで、はい、反復横跳びのような動きですね。ちょっと動きがねありますね今回。サイドステップです。はい、はい、こちらも大きく素早くしっかりとスピードをつけて、でまたお腹に力入れながら、はい、素早く動いてください。頑張りましょう。で3種目目こちらがですね新しい動きになります。はい、ね、フロントで足を入れ替えてしながら、はい、さらに手は心臓より高く上でタッチをしながら、横に開くやつは一回やったことありますね。そうですね、はい、しっかり足もこれを速く動かしながら、はい、心臓量の高いところに手を持っていくことによって体をね動かしていくといったトレーニングです。はい、とてもきついです。で最後4種目目僕ら大好きなフットボールランニングです。はい、これ動きがだん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 よく分からなくなってくるんですけども、はい、小刻みに足を動かしてあげる、でしっかりねその場で走ってあげるようなイメージで頑張りましょう。やってください。これ最後めちゃめちゃ太ももに効きます。はい、ということでこの4種目を、計2セットずつね、はい、やっていきたいと思いますので、皆さんもしっかりやっていきましょう。それではこちらをご覧ください。どうぞ。はい、それでは4分間トレーニング始めていきたいと思います。タイマースタート。初の外でですね頑張っていきましょう。3、まずはスクワットで半回転いきましょう。ワークアウト、スクワットで半回転、やばい外やから全力で頑張りますよ。むちゃくちゃ熱い、熱い、3、2、1、さて次はサイドステップ、まあ、反復横跳びですね。3、サイドにしっかり動いていきましょう。1、いきましょう。7、セットとゴー。さあ、これちゃんとカメラに映ってる？3、2、1、ラスト。やばい、きついけどめっちゃ気持ちいい。次は足を前後にしながら、3、2、1、行きましょう。6、セットとゴー。やばい、3、2、1、レスト。ランニングいきます。3、2、1、その場で5、セットとゴー。足が、うわ、さあ頑張っていきますよ。ウェイ、3、2、1、オーケー。はい、後半いきましょう。3、2、1、4、セットとゴー、ワークアウト。3、2、1、レスト。これね、太ももやばい、太ももやばい。3、2、1、こっちから行きましょう。3、セットとゴー。おい、頑張って。はい、しっかりと腰を落として。3、2、1、やばい、あと2種目。さあフロントで足を動かしながら、3、2、1、
One. よいしょ。 Two. Set to the workout. Three, two, one. Set to go. Workout. Hey, come on, hey. Julia.Three, two, one. Okay. Rest. Three, two, one. Timer completed. はい、この4分間でトレーニング終了となります。絶対水分補給。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様です。はい。暑い。暑すぎる。ねえ、ねえ、まあ。皆さん外で運動されている方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、当たり前のようですが水分補給必ずしてください。大事です、お水本当に大事で、はい、すごいですね。いや普段ね、仕事終わった後に夜中やってるんで、うん、まあ、それはそれでしんどいですよね。そうです、しんどいんですけど、うん、これもね、なんか昔部活やってた時のトレーニングを思い出すような、うん、でもなんか気持ちよかったですね。気持ちよかったですね。大きい声も出せますし、はい、はい、まあちょっと高齢にしていきたいなというふうに思っております。で、はい、まあ外ならではの広い動きというので、今日は、ね、反復横跳びという名前で、はい、サイドステップという名前でやってますけど、まあ、あれも余裕のある方はね、もっと早く、そうですね、大きく頑張ってください。動いてくれたら僕の気持ち折れました最後、はい、ね、またいろいろと、そう、リクエストもね本当にありがとうございます。ありがとうございます。すごいいただいてます。そちらの方も今考え中でございましてですね、はい、できれば外でやりたいかな。じゃあ頑張って外でね、時間作ってやりたいと思います、うん、皆さん本当ね、すごいきついのばっかりリクエストしてくれるんで、はい、まあ、僕らもそれにちゃんとできるかどうか分かんないですけども、はい、僕らのね少ない脳みそを使ってたくさん考えながら、ね、皆さんにご提供できたらというふうに思っております、はい、ということで今回はアイアイパーク、アイパークでした。はい、アイアイパーク、アイアイパーク、アイアイパークで撮影の方をしておりました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます、このチャンネルではですね、さまざまな4分間トレーニングを配信しております、はい、また体のコンディションを整えるような豆知識なども紹介しています。まだチャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。します。また概要欄に僕たちのホームページもありますので、まだチェックができてない方はそちらのチェックの方もよろしくお願いいたします、はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。